毎日内装してるわ、ありがとう。そんな君はタヌキ外したらフォローしてあげる。毎日押してくれるなんて、うん、これ着替えたよ。これはね、あのちなみにあのなんだっけ、動物の森、うん、ブヒブヒありがとうございます。あつ森ね、かわいい。でこれはあのジェラピケ、ジェラピケ履いてます。どう、結構服が揃ってて、あとユニクロでねもらった服とかもあって、マジで汚い。これ何だと思う？ここがね、これ何の汚れ、車がマジ汚くて。であと皆さんいたずらされました、これ折られました、これがなんか立たなくなりました。なんかもう立たなくなって、これなんか折れてない、ちぎられました、ひどいでしょう。どこで、いやここに止めてたら。でこれハニーゴー、はい、これあの鍵ついてるんでみんな使ってね、困ったらいつでも使えるんでね、うん、リスナーさんのみ使えるんで。これ空気抜けてんな、ちょっと気まずいな。まゆうとか言って、なんて言うよ、ただいまとか言って、いいよ返してね、ちゃんといるやん。ただいま、寝たふりか。ハニーいるけど、お風呂？あれ？怖いんだけど。電波？びっくりした。こうやってたら出れないんじゃない？電波と Wi-Fi つないだ、マジでビビったわ。もういいんじゃない、あれふざけてるから。ハニー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 、好きだもんね。デロマン好き、デロマン好きなの。ハニー何？あ、かわいいでしょ。何？何おいで？飯食ってない、もしかして。このテンション。大丈夫か？これ、ハエザラ変えたばっか、どんだけ吸うの、この人。ストレスで。水あげて。さすがにしてるでしょ。水も入ってます。変えるか？なんかすごい飯、なんかすごい飯を期待してるね。腹減ってんのかな。朝ごはんあげたでしょ。でもね、7時まで我慢してね。うん、あなたご飯7時でしょ確か。うん、もうちょっと我慢しな。さすがにご飯あげてるでしょ朝。それはないでしょ。そこまでひどくないよ。まいちゃん抱きしめたら、拗ねてるの？大変だな。あれ待ってるのかな？出してあげて。本当にマイリスって過保護だよね。おいで。ごめんね。ごめんね、ただいま。降りれる？で、ツイートしてたの？ん？ツイートしたの？うん。なんでツイートしたんだっけ？じゃあ別れたいの？
たいなってツイート。うん、だ別れたいのじゃあ。哲郎は別れたいの。俺は別れたくないよ。じゃあ今後どうしていく？俺も友達と遊びたいし。安心はないなら、なんか安心できる形で遊びに行きたいし、うん、その眉かわいそうみたいにずっと言われるのだるいから、うん、眉が別に問題ないってリスナーも思えば、そういうコメントもなくなるんじゃないか。そうやって言われながら友達と遊ぶのもつまんないし、どうしたら信用できるように、俺は今信用できるようにというか、配信してるから、うん、そのリスナーにやっぱ伝わるように、うん、ずっと言われるし。でもさ、マユリスが悪いとか言われた時ブロックしてくれる？うん、マユリスはだって味方じゃん、うん、叩かれるから。ゼロリスも味方だしね。で、例えばセイジとかタカシに遊ぼうって断られた時は、うん、あの行きたいんだけど、うん、どういう形で行けば、うん、普通に笑顔で送り出せる。だ昨日も今日も私がしてほしくない遊びしてたでしょ。だから何なのお前は、いちいちまたそういうこと言ってくるの。そういうことってだってそうじゃん。何何って何。それでマジでこいつ嫌だね。俺落としたいの。いや、落としたいじゃなくて、してないって言ってんじゃん、そんなこと。でもそういうヘイト向けてくるんだったらもういいわ、話にならない。うん、うん、申し訳ないけど、うん、分かった、うん、話はできません、うん、だ俺はしてないけど、もし心配だったら俺キャッシュカードを置いてこうかなとか、携帯を置いて遊びに行こうかな、そこまで俺考えてリスナーと喋ってたのに。でもそのまま言ってたじゃん、お金借りれるって言ってたじゃん。あからさまに決めてお金借りてさ、普通にお金下ろしていつでもまた返せるじゃん、そういうのって。言ってないっつってんじゃん。やばこいつ、楽しい、こんな風に荒らして。荒らしてないよ。荒れてんじゃんか、てめえとかいろんなやつが、養分とかいろんなやつが、てめえも一緒かよ。イラつくわ、アンチじゃんお前。いや、まあ、いや嫌なの。言ってないっつってんじゃん、決めつけないでくんない。ほんともうマジで無理。こういうなんか配信で、配信とか何も見境なく、なんかそういうことを言って、だってゼロワンさ、じゃあ私言えないじゃん、何も配信で言われちゃったらさ、こうやって。じゃあ我慢しないといけないの、前言いたいこと。だから行くなってことね、じゃあもう遊びに。だって言ってたじゃんゼロワン、それ以外で友達と遊ぶことないって言ってた。それ前だろ、言ってたじゃん、それ以外で遊んでも楽しくない。普通に遊んでるけど楽しくないって。普通に遊んでるけど。じゃあさ、男同士で話すことたくさんあるって言ってたけど、昨日12時過ぎに行ってさ、今日昼間の12時までさ、ずっと半日喋ってたの。そうだよ、12時間喋ってたの。そうだよ、12時間何話すの。いや話すことならいくらでもあるでしょ。まあちょっとこれはもう無理ですね、これ無理だと思う。うん、それなんか俺をなんか元カノが前なんか喋ってて、なんか元カノがなんか暴露みたいなことしたじゃん。一緒なんだ、一緒のこと今されてるから。いやいや、暴露とかじゃなくて、じゃあ私俺はしてないって言ってる。何も言えないじゃん。じゃあどうしたら。だから言えばいいじゃん、じゃあ何でも言えよ、じゃあ好きに言えよ、じゃあ全部何でも言えばいいじゃん。でもお前無理だから、うん、言いなよ。もう無理こいつ、俺の背負ってるものとか立場とか何も分かってない。いや私何も言ってなくない、気持ち悪い。何も言ってなくないって十分言ってんじゃん今。立場って何を言ったのじゃ私今。もう言いたいこと分かんない。お前もアンチと一緒だから、もう疲れた。だからそれをじゃあ配信つけて言うから、じゃあどうしたらいいの。配信つけて。もういい、もう話にならない。決めつけられて、そんなね、また噂を広められて、もうこっちたまったもんじゃないよ。もう無理。疲
かも俺の友達まで全員そういうこと言われるようにしてるからね、お前のせいで。してるだろ今の発言。そういう風にって何が、何を言ったの。めっちゃは何を言ったの。昨日も今日も同じ遊びしてるって何じゃ、何ですか。昨日も今日も同じ遊びってな、何どうしたいの俺たちを。どうしたいのって、どう印象操作したいの。やめてほしいの。何の、私が嫌がることしないの。何ですかってしてないけど、何の言えよ。そこまで言ったらはっきり言えよ早く。お前が言い出したんだろ。バカみたいに謝ってるよ俺。言ってねえよ、ごめんし。今からしゃぶらしてやろうか、隣の部屋で。どんな状態か。なあ。笑ってんねこいつ。行ったと思う俺、風俗。行ったと思いますリスナーさん。そんな金使ってやらなくても、普通に眉とやるよ。じゃあ、ゼロワンさん、前考えたんだけど、お金貸したりしてるじゃん。で、キャッシュカードとかじゃなくて、じゃあ、マジで、束縛とかじゃなくて、もう1週間も出てってもいいから、定期的に通帳の下ろした額見せてほしい。そこまでする必要ある？そしたらいいが、携帯も持ってかなくてもいいんだよ。キャッシュカードも持ってっていい。なんか俺って、え、だっていいんでしょ？誕生日、え、キャッシュカードを置いてくの、なんで通帳の下ろすのを見せれない？ビトン買ったりとかさ、飯代に5万使ったりとか、俺使うとき結構使うんだよ。でもそういうときって配信中だよね、絶対に。必ず配信中じゃん。まあいいよ、じゃあ見しても。そうやったら普通に言ってもいい。やめてね、もう眉かわいそうみたいにするの。じゃするのってしてないじゃん。いやな、じゃあなんでなるの。俺が出てったら眉かわいそうって誰。それさ、ゼロワンが誘導してんじゃん。じゃあ今から風俗行ってくるわとか言ったら、そりゃ眉かわいそうってなるでしょ。普通に自分がそういう風に仕向けてんの。俺が仕向けてんの。眉のリスナーのせいにしないで。眉のリスナーのせいじゃなくて、いや風俗行ってくるとかさ、昨日すごかったから、ね、男が何しても黙ってろよとか誠司さんに言われたりとかさ、それはかわいそうって思うじゃん女の子が。私が何か言ったのそれ。えなんで誠司さんのこととかはさかばうの。だって私から火薬さんの話したわけでもないのに。いや別に振られても喋らなければいいじゃん。だからそれは配信つけてるからそれ言ったじゃないんだよ。だから配信つけてたら言ってもいいの俺も。じゃあだから聞かれたらね、ん聞かれたらしょうがなくない。あコメントで聞かれたら答えてもいい。そしたらキリないよね。うん、じゃあそれ、そういう言い分だったら俺もじゃあ答えるね。じゃあ俺はいつも流してるけど。いや私コメントは別に、じゃあ全部、いやそれはないでしょ。配信者だよ誠司さんは。配信者のみありってことね。うん、なんなのそれ。自分ルールじゃんそれ。自分ルールっていうか、すごい自分ルールじゃん。聞かれたから。で聞かれても答えなければよくない。うん、だから今後そうするね、ごめんねって電話で話したじゃんそれも。はあ、なんで繰り返すの。もう聞かれてももう言わないようにするねって言ってたじゃん。それごめんねって謝ればいいじゃん。正当化しないで。いやそれ謝ったじゃん。いや謝って今正当化しようとしてたから。正当化しようとしてないよ。誠司さん悪くない。聞かれたから言っちゃった。聞かれたからじゃん。で誠司さん悪くないのとか言って。悪くないでしょ。いや、ま、そうじゃなくて、言わなきゃいいじゃん。お前がヘイトを向けるなって言ったから、それに関しては誠司さんでしょって。ん誠司さんでしょそれは。じゃあ私がヘイトを向けたわけじゃないじゃん。お前も一緒になってかわいそうでコメントしてたんだろどうせ。いやしてないから、私コメントしないもん。じゃ今コメントして、何号か見る。いいよ。タヌキ何号か見るわ。んタヌキつけて、タヌキつけて。261号って結構浅くない？この人タヌキでコメントしてるよ。261号だよ。まゆ用語のコメントしてますね。いやしてないよ。261号だよ。じゃリアルティー、これほら。いや私マジで自分の擁護はしないの。いやこれマジでめくれたでしょ。いや私マジで自分の擁護はしないんだけど。じゃあなんでタヌキでコメントする必要あるんですか。いやリアルに言うと、こうなんゼロワンに対してちょっと、あ俺の悪口返したの。ちょっと向かっやってるでしょ。だから何号は、うん、でも私マユなん本人なんじゃないみたいなコメント。いやいやそれはだからないよ本当に。ほら、めくれたじゃん。じゃあ、私何人も書いてんの、用語。261号だよ。ずっと、あそこに
隠れる前もずっとカタカタして、俺のちなみに0番ってめちゃくちゃタヌキで今とこ荒らしまってる、ね、俺の悪口書いたりとかで、ね、自分の用語とか、それ0番だからね。ちなみに今めくれたからってやめて。いや自分の用語はマジでしてないよ、本当にしてると思わない。してないよ。じゃあ神に誓う、うん、してなかったらコメントしないからね。でちょいちょいイラつくときあんのかな。じゃあ銀行のあのあれを見せるでいいじゃん、うん、定期的に下ろしてるところで金額まで見せなきゃいけないの。下ろしてる金額だけでいい。下ろしてる金額だけでいいんだね、うん、で遊びに行ってもいいってことね、うん、うん、だったらいいかな。じゃあ今日も行ってくるね。だったら信用できるかなということなんで、あの今聞きました。俺僕見せるんで、ね、携帯で下ろせるとかあるの。僕ちゃんと見せるんで。そんなにね、俺お金、配信以外お金使わないから。結婚してないからとか、そうじゃなくて、私がすごいしてほしくないことがあるから、それが心配なだけなの。あ、前のも見して。じゃあなんで お互い様でしょ。なんでえ、なんで俺は見してお前見せないの。だって私、そういうことしないもん。いや、俺もしないから。信用してほしいんでしょ。しかもそれで失敗してるよね、ゼロは。だから、で去年自分がしてほしいことは俺も、それ違くない。一緒じゃないし、別に一緒だよね。自分がしてほしくないことは相手にするべきじゃないし、しかも通帳持ってないし、携帯を見るんだったら見せなきゃいけないよね。うん、携帯見せろって言うんだったら見してよって話。いや、通帳持ってないしな。え、どこの銀行。みずほ。みずほ銀行ってネットバンクできる。いや、ネットバンクね、できるんだけど、うん、あの登録するときに、なんか通帳の通帳いらないよね。じゃあ通帳のネットバンクっていうのは通帳代わりなんだよ。知ってるよ。あの登録しようと思って。登録はキャッシュカードでできるんですよ。違う、そうなんだけど、登録するときに通帳の一番下のなんか金額をなんか入力しないといけないんだよ。でも通帳持ってないんだよね。銀行行けばいいじゃん。いや、あの同居人のところにある。じゃあ同居人のところに、じゃあ話